はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。今回高さ方向の分布係数 AI を征服しようというお話をしたいと思います。建築士の初心者に向けてですね、建築学生の初心者ですねに向けてお話しています。でこの辺が非常に苦手なところで、構造の先生はここまでなかなか教えてくれなくてですね、最初の方の、応力計算とかですね、不正点のあたりでもういっぱいいっぱいになっちゃってますんで、ただ建築士の試験でこの辺荷重のあたりがよく出ます。なのでこの辺の話をしたいと思います。で、ちょっと復習ですけども CI イコール ZRTAIC04 つを掛け合わせると、で Z が低減、 RT が低減、 AI が割り増し、これアンプで覚えろって言ってますね。アンプリフィケーションのアンプ A に C0 です。 C0 があの基準となる標準線弾力係数で 0.2 ですね。普通は 0.2、まあ、基準法では 0.2 以上になってますけども、まあ、0.2 に普通はあの入力します。で、二次設計で1にしたりしますね。これあと、二次設計 の、 あの保有水平体力計算では1にするんですけども、あの鉄骨でルート1っていうあの簡易的な方法があって、そちらだと 0.3 に0.3 以上ってなってます。で、地震は絶対ある、明日にもで覚えると楽に覚えられますよっていうことで、 Z は地域係数で、東京が1、大阪が1、名古屋が1、沖縄が 0.7 だっけな、 0.8 だっけな、 0.7 かな。で、新潟が 0.9 だったかな。まあそれは全部表になって暗記する必要は、ないと思うんですけど、表になってますね。国字で表になってます。で RT はこの前言ったあの振動の性質によって、この振動の性質によって決まる低減の係数ですね。あの振動の周期が長いと低減していいですよということです。で高さ方向の分布係数はどういう係数かというと、もうこう鞭振りですね。高ければ高いほど鞭を振るように、こう上の方が加速度が強くなるというので、割り増しの係数です。で C0 はあの基準となる 0.2 ですよね。で、RT と AI が周期に関係するということです。周期ですね、この固有周期、建物の、まあ、ほぼ高さでほぼ決まる、高さと硬さでほぼ決まるあの固有周期ですね。で、0.02 秒、 RC が 0.02 秒に高さをかけると、 S 像 W 像の柔らかい方は1つ増えて 0.03 秒に高さをかけるということです。で 50m ならば 0.02 をかけて1秒と、でこっちは 0.03 秒かけて 1.5 秒です。こっちがゆらゆらってくるのはゆらゆらって感じですね、こっちは。で、それをもとにこっちがあの周期で、こういう周期 T で、これが RT です。振動特性係数 RT、 R はリスポンスだと思いますという話です。 T はあの周期の T です、タイムですね。で、周期が長いほどですね、建物の周期が長いほどですね、あの地震の周期は割と短めが多いので共振しにくいわけです。こういう建物のこういう周期の場合ですね、ガガガガってくるやつには共振しにくいので低減していいですよということです。でその低減の仕方もですね、硬い方がもっと低減してよくて、柔らかい土の場合は土の振動が強くなるので少し低減が、あの弱く、緩くじゃなくて低減があんまりできなくなるということで、1、2、3、第1種地盤、第2種地盤、第3種地盤ですね。この覚え方もですね、地層で覚えると早いと、で下の地層の方ほど硬くて上ほど柔らかいと、でこっちに川があるとして、こうこっちが第1としてこうなっているということですね。でここは 0.4 なんですね。第1種地盤でも 0.4 以下は1になると、低減なしになりますね。 0.4 秒以下は低減なしということです。で第2種地盤が 0.6 秒以下低減なし、第3種地盤が、0.8 かな、 0.8 秒以下で低減なしというふうに式が作られています。で、もう一回言うと、建物が低くて T が小さいと、固有周期が小さいと RT が大きくなって低減なしと、で建物が高くなって固有周期がゆっくり揺れるようになると、こうゆっくり揺れるようになると、共振しにくいので大きく低減できるということです。でまあこんな長いのはめったにないですよね。でまあ普通はこれ1以下が普通です。なので
まあ、東京で中高層、まあ、中小の建物建ててる場合はですね、ほとんどもってこれは提言なしで1になっちゃいますよね。まあ、Z も1で RT も1なので、ほとんど AI で決まるという感じです。で、RT の形の覚え方、 R のこの形からこうこことここを取ってきてこうなるよと覚えるといいんじゃないかということです。まあ、これそのまま覚えられればそれに越したことになります。で、お尻より下はよく動くで 0.4 秒以下は1と、もう覚えてもいいかなと。これ過去問に出てましたね。 0.4 秒以下は RT 提言なしと。で、次 AI ですね。 AI は割増係数になって1より上ですね。割増なので1より上です。ですから AI、 これとこれが1だとすると AIC0 になって、これが 1点いくつになると、1以上になると 0.2 よりもこれを増やさなきゃいけないということですね。 0.2 よりも増やしてその上の重量をかけるということになります。で、覚え方で AI は頭がいいと、まあ、人工知能 AI と引っ掛けてると、まあ、アーティフィシャルインテリジェンスかな、アーティフィシャルインテリジェンスだと思いましたけども、人工知能は頭がいい、頭が重いってことです。頭が上の方ほどAI が大きくなるということです。これで覚えると早いかなと。で、このグラフで AI のグラフです。ちょっと読みにくいんですけど、 これが αi ってなっていて、こっち横軸が AI です。横軸が AI です。なんでこんなグラフ作ってるのかというとですね、こう αi が、地上の総重量、まあ、全体の、例えばこれが建物だったとすると、この全体の重量分の、例えばこっから上、こっから上、こっから上の重さ、全体の重さ分の、まあ、これぐらいということで、i 層から上の総重量ということで、重量の比で出しているわけです。ですから最下層が1になります。これ覚えちゃってください。最下層が αi が1ですね。最下層が1。で、上に行動小さくなっていくということです。例えば5階建てだとしたらですよ。α1 が1で、ここが5分の4で、5分の3、5分の2、5分の1になって、ちょうど5階建てだとこのちょうどここになりますね。で、こうなってくると。で、ちょっと厄介なのはですね、これ、ここの線が何本もあるのは、これ周期の線です。T。固有周期の、建物の固有周期の線で、固有周期が0秒ってめったにないですけど、というかないですけども、はこうなっていて、0.1 秒だとこうなっていて、0.2 秒だとこう、だん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 こういくということです。右に倒れていくということです。ということは、t が長い方が AI は大きくなるということです。要するに t が長いとですね、ムチ振りの効果が大きいということです。ムチ振りの効果が t、ゆっくり揺れる高層の建物の方が AI を大きくしなさいということです。で、t が2秒で、この上層の方だともう3倍、4倍、5倍とかこの辺になってすごいとんでもない値になってきますよね、AI が。で、この分だけ加速度を多く見積もれと。3倍、4倍、5倍、0.2 にしなきゃいけないということです。で、これがちょっと分かりにくいです。これ。で、この αi イコール w 分の wi というのは基準化重量って言ってですね、例えば α1 っていうのは、これ1層から上の重さを、1層から上の重さで比較するということですね。ですからこれは1になるわけです。これをこれで比較すると。で、今度 α2 っていうのは、2層から上の重さをこれと比較するということです。これ分のこれになるわけです。これ分のこれ。W 分の W2。W3、α3 というのは W 分の W3。これ分のこれになるということです。なんでこんな面倒なことをやってるのかと。要するに、こう、ムチ振りの効果だったら、高さで式作ってくれた方が分かりやすいというふうに思うんですけども、作った人の本を見ました。この本ですね。三和書籍の耐震規定と構造動力学。この本ですね。この前もご紹介しましたけど、この本のですね、ここに書いてあります。ここにはっきり書いてありますけども、ここに AI 分布は著者が提案した式であるがって書いてあるんですね。ここにね、ここに書いてありますよね。
なんでこんな風にしたかというと、この重量の分、この重量の比にした方が綺麗な式になるということだそうですね。で、重量の式にした方が綺麗な式になる。まあここにいろいろ書いてあるんで、まあ興味のある人はこの本を買って読まれるといいかなと思いますけども、これ A1、A2、A3、A4、A5 ってこうなっていくと、こっちはですね、1階の総先端力、まあ91ですね、に対して上の階の先端力、総先端力がどれぐらいの値になるかというののグラフですけども、これがちょうどですね、αi×AI にちょうどなるんですよね。αi×AI にちょうどなるという話をしています。非常に綺麗な式になったので、これを採用しましたということですね。で、海外ではこのムチ振りの効果は高さで計算する式にしているそうです。で、こちらの方が優れているとこの人は言ってますね。はい。で、まあ、今の5階建てにするとですね、1階は W 分の W1、 全体の重量分の W1 で、 W1 っていうのは全体の、重さですから H と。で、上の2階の総先端力はですね、の αi、α2 はですね、W 分の W2 になるんで5分の4で 0.8 と。で、ここ α3 は5分の3で 0.6、α4 は5分の2で 0.4。で、このようにだんだん小さくなっていくということです。こうですね。で、下ほど要するに大きいと。一番下が1ということです。で、こうだんだんこう小さくなっていって、で、例えばここで 0.1 の、0.2 か、0.2 のラインだとこうなってると。こういうラインが 0.2 のラインで、でここで、数字が1点いくつと読んでいくと。で、上ほどちょっとこっちに傾いてるんで、AI が強くなってるということです。ただこれ、こんなの、このグラフでも大変だと思うかもしれないですけど、式が用意されてて、式は非常に複雑な形してて、それは覚える必要ないんですけども、構造計算ではですね、それ、パラメーターを入れるだけで、まあ、自動計算するようになってますよね。で、これの覚え方も作ってみました。まあ、A ですから、まあ、アンプの A ですよね。アンプリフィケーションでアンプですね。増幅って意味です。音楽のアンプと一緒ですね。音楽のアンプは音をでかくするということで、アンプの A です。そのように決めたと、この本に書いてあります。作った人が、A はこういう意味ですって、この人が言ってましたね。R について書いてなかったんです。探したけど。ですけど、A についてはそういうふうに書いてある。アンプリフィケーション、増幅って意味です。で、A のこっち側の左側の肩がこう、右に傾いてるので、それで覚えるといいんじゃないかなと。こうなってるんでね。A の形がですね。で、ここが1っていうのも、この I が1に似てると。無理やりですけどね。こうなっていて、しかも I が1に似てると。ということで、このグラフを覚えるといいかなと思います。AI は横軸ですからね、この場合。AI 横軸。縦軸は αi で、なんで縦軸にしてるかというと、こう高さが関係しているから分かりやすいだろうということで、こっちにしてますね。ただこれ、僕もこれ理解するのかなり時間かかったので、ちょっと難しいですね、このグラフ。で、復習ですけども、地震は絶対ある α にもんで、ci イコール zrtaic0 で、z 低減、rt 低減。要するに1以下1以下ですね。 AI だけはありましです。今日は AI のお話をしました。 C0 は 0.2 ですよね。 0.2 っていうのは 0.2G でかかるということです。ですからこれ、この CI をですね、これを、上に、例えば ここが地面というか、この下の層で、これが上の層で、ここにかかる先端力を考えるのに、この重さに CI をかければいいということです。この重さに直接 CI をかければ、この総先端力が出ると。もう一発で出るということですね。で、上層ほど AI はでかいと。AI は頭がいいと。頭が重たいということですね。AI は、上層ほど AI が大きい。ムチ振りの効果です。で、T が大きいほど AI が大きい。これもムチ振りの効果ですね。T がこうゆっくりなほど AI が大きくなる。こうグラフがこっちにいくつもあって、右にほど T が大きいやつですね。で、再議会が1で、1イコール1です。これもよく覚えておいてください。これね。再下界が1ですよね。要するに再下界の、やつが一番この、
総戦断力、まあ当たり前だけど災害界が一番大きいわけですよね。この重さが全部ここ下にかかるわけですから、なので H イコール1と、これは覚えるということです。そうですかね。災害界があの AI の場合は一番小さいんですけども、全体でこう WI をかけるわけです。あのこの上の重さを、重さをかけるんで一番でかくなるわけですね。災害界が、あの先端力が一番でかくなるのは一番下の階です。ただし割増しは一番小さい1で、1から大きくなっていくわけですよね。よろしいですかね。上層は AI 大と、 T が大きいと AI 大と、無知、両方とも無知振りですね。で災害界で一番最初の 1と、1から始めるということです。今日はこれまでです。このようにですね、建築士の初心者に向けて、まあすごい苦手なところを中心に、授業をやっていきます。この建築の構造入門もぜひ参考にしてください。今日の、あのイラストもここから撮ってます。それでどうもありがとうございます。